第82空挺師団、ニックネームはオールアメリカン。師団創設時、メンバーの出身者が全48州から来たため、このように呼ばれることになりました。彼らのエンブレム、AA はオールアメリカンから来ています。空を制するアメリカ陸軍の最強空挺師団。どんな場所へも空から降り立つことのできる彼らの日常とはどんなものなのか。今回は任務がない時の平均的な空挺師団たちの長い一日について紹介します。朝ごはんは一日の始まりとしてとても重要です。この映像は第82空挺師団の現役軍人と退役軍人、その家族たちが一緒に朝食をとっているところです。That's a good shot right there.第82空挺師団は緊急展開部隊として、常に一部の部隊は即応態勢を敷いています。任務のない時、彼らはひたすら訓練の日々を送っています。特にエアボーン作戦に重点を置いているため、トレーニングは空中降下に力を入れています。彼らは緊急事態が起これば18時間以内に世界中のどこにでも駆けつけ対応することができます。そのため危険区域へのパラシュート攻撃作戦を専門としています。彼らはノースカロライナ州フォートブラックで日々練習ジャンプをしています。機内にすし詰め状態のこの光景、なんだか凄まじさを感じますね。次々ジャンプしていく兵士たち、常日頃から訓練しているため高さへの恐怖は克服されるのでしょう。ジャンプステータスを維持するには兵士は少なくとも3ヶ月に1回はジャンプしなければなりません。とある教会に第82空挺師団が描かれた素晴らしいステンドグラスが作られました。兵士たちがそれを見に来ている様子です。これは日常的に行われる筋力トレーニングの様子です。1日サボると取り戻すのに数日かかってしまうとよく言われていますね。
I'm ready. You ready? Go! Let's go, spread. Diamond. 休日、第82空挺師団がバンドを組み、演奏を披露することもあります。トレーニング前には銃や装備品などを受け取り、最後に装備チェックをしてもらいます。そしてあとはひたすら銃の訓練が続きます。反動砲の練習弾と実弾での射撃訓練をします。実弾は反動がとても大きいため、まずは練習弾で慣れさせます。バックライトクリア。ファイル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 アサルトトレーニングではヘリコプターで敵地へ降下し、襲撃などをする任務のための訓練をします。食事というのは兵士にとってとても大切な時間の一つでもあります。美味しい料理を提供するために、時には違う部隊と合同で料理のトレーニングもします。料理大会、いや、お料理教室みたいなものでしょうか。しかし、出来栄えはプロ級です。
アーティレリートレーニングでは、榴弾砲を使って歩兵たちが訓練をします。ランニングを常にこなしている彼らはマラソン大会にも出ます。仲間は見捨てないという考えのアメリカ軍では、戦地で負傷した人を助ける訓練もとても重要です。自分の命を懸けてでも助けようとするその姿勢は尊敬に値します。このパフォーマンスは何でしょうか？ちょっと私にもわかりませんが、とても面白い動きをしていますね。第82空挺師団の一日はとても長いものです。任務がある日も、ない日も、日々の訓練の積み重ねによって、彼らは常に最高のコンディションで任務に当たることができるのでしょう。This narration is brought to you by Anne. Thank you!